これであなたも運気爆上がりかも。こんにちは。こんにちは。吉日、最近話題の開運日と言われてますよね、はい、あの紹介っていうか説明などをしていきたいと思います。はい、はい、今日は吉日に関して、いろいろな、調査をした結果ですね、これだけは押さえておいていただきたいという2つの開運日、吉日についてちょっと今回はお伝えをさせていただきたいと思います。ということで、弊社の方で吉日に関していろいろお調べをしてブログなどで発信をしていただいている山室の方から少しご説明をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、でまず2つのうちの1つ目の吉日というのはどんな日なんでしょう。あ、はい、皆さん多分よく最近耳にされること多いと思うんですけども、一粒万倍日または一粒万倍日、どちらでもいいみたいなんですけど、読み方はそうですね、こちらの方が、一粒万倍日は約60回、1年間も、はい、ある6日に1回ぐらい来ると思うんですね、そうするとそうですね、結構な頻度で来ますよね、はい、1週間に1回ラッキーデーがあると、はい、そうですね、なんでこれはなんか活用したいですよね。そうですね、これはどういう意味なんですかね。ですね、二十四節気って言われている、なんかもともとなんか日本の暦に古くからある吉日の一つらしいんですけども、はい、その二十四節気っていう立春とか夏至とか立秋、はい、とか皆さんご存知の、あのそういう暦に の,、はい、その区切りの日みたいなものと、はい、あと干支を組み合わせて選んだ日、それを組み合わせたもので、それで、はい、暦に載せているものらしいんですね。はい、はい、なるほど、はい、吉日読んで字のごとく、そうですね、一粒が万倍になると。そうです、一粒のもみが万倍に実ると言われている吉日で、はいはい、何かを始めたりすることにもすごくいいとされています。はい、はい、で、例えばどんなことがあるんですか。そうなんです、吉日の日は、はい、はい、仕事を何か始めたりとか、はい、まあ、開店、はい、開業、はい、あとお金を出したり、はい、納車、はい、新しいものを買う、はい、で、最近はお財布、はい、の購入や使い始めに良い日として、はい、かなりいろんなところでも目にする方多いと思うんですけど、はい、はい、そういう日ですごく金運に良いとされている日ですね。開運日の中でも特に金運に対して、ね、はい、まあ、効果があると言われている日なんですね。そうですね、なるほど、いるとのことです。はい、じゃあこれがまず一つ目の吉日の、はい、種類になっていて、はい、二つ目はどんな、二つ目は、はい、転写日、はい、その転写日、転写日、はい、こちらでもいいとされているんですが、はい、こちらがやはり年に5、6回しかない日、これのがそうすると貴重な日っていうことですね。そうですね、はい、そしてなんかこちらの転写日は結構いろんな調べたりとかしてサイトを見ても、はい、最上の大吉日、そうするとこれ一粒万倍日よりも転写日の方が、はい、なんかそういう吉日のランクとしてはこう高い、そうですね、結構そのような扱いをされています、ね、ああなるほど、なるほど、はい、でなんか転写日っていうのは、はい、漢字も天が許す日と書いて転写日って書いて書くんですけども、はい、なんかやはり天がいろんなことを許してくれる、はい、日とされていて、はい、これもあれですか、古代から言われていることですか。こちらはなんかまたちょっと違う、はい、先ほどの一粒万倍日とはまた違うんですけども、違った由来なんですね。そうなんです、違った由来なんですけども、はい、一応転写日、これも昔から言われてるあれですか。結構かなり前、3700年くらい前から、はい、中国に伝わっていて、はい、日本ではそれが渡ってきて、はい、江戸時代よりも前から使われていたと言われている吉日。そんな前からですね。そうらしいです。三国志の時代ですね。すごいですね。伝わってきて、なるほど、はい、そういった、まあ、いろいろなあれで統計的に見ても、そうですね、まあ、そ、なんですか、すごくいい日っていうことなんですね。そうですね、はい、そう、なるほど、あ、分かりました、はい、で、この転写日で年に5、6回しかないと言われる貴重な、はい、はい、最強クラスの吉日には、はい、この日にはこうどんなことをするといいですか。そうですね、はい、やはりこちらのお財布の購入や使い始めは、
すごく押されてますよね最近。そうですね、はい、なんか金運にやっぱり影響を。そうですね、皆さんやっぱり金運が気になると思いますので、まあ、はい、私も気になってます。なんかそういうふうに言われてるのかなということで、その他にはどんなことするんですかね。そうですね、あとやはりなんか金運にやっぱりいい吉日と言われていて、はい、あの金運に関わることや先ほどの一粒万倍日と一緒なんですけども、はい、改良したり、はい、宝くじの購入なんかもあるらしくて、はい、あと旅行、はい、あと買い物、はい、契約、はい、あと引っ越し、はい、納車、はい、あと神社お参りに行ったりとか、ほうほうほう、あと結婚入籍結納と、結構でも皆さんね最近芸能人の方なんかねいらっしゃいますよ、はい、有名な方でもね、はい、この日にちょっとご結婚とか入籍を、ね、入籍をされるという方もいらっしゃるということで、はい、あすごくね広まっているのかなと思います。なるほど、はい、まあ、皆様縁起をやっぱり担いで少しでも、はい、そうですね、人生を良くしたいというところの表れなんでしょうかね、はい、せっかく何かするんだったら、はい、なんかね、少しでも、まあ、そうですね、縁起を担ぎたいというか気持ちも大事ですしね、はい、そうですね、はいはい、なのでその天赦日と一粒万倍日が重なる日っていうのが、はいはい、あるんですか。そうなんです、はい、その年に 2,3 回ある、はい、その天赦日と一粒万倍日が重なる日が、はい、あの最強クラスの開運日と言われていて、はい、すごく2つの良い効果がダブルで倍増すると言われて、はいはい、すごいですねこれはスペシャルな一粒万倍日。そうなんですよ、なんかそれに来ただけでテンション上がっちゃいそうですね。そうなんですよ、なのでなんかその日に何か始めたい方とか、はい、まあ、お財布の購入とか買い替えを考えている方とか、はい、まあ、なんか合わせて何か、はいはい、計画してみるのもいいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、でちなみにその日は今年とか来年とかだといつがあるんですかね。はい、そうなんです、ちょっとはい、いろいろと調べさせていただきました、はい、はい、今年の、はい、ちょっと天赦日と一粒万倍日が重なる日っていうのが、はい、じゃじゃん、今年あと3回しかなくてあともう2回もう終わってしまってるんですね。あららら、はい、でこれからなのはこちら2022年もうすぐじゃないですか、はい、天赦日と一粒万倍日が重なるのは6月10日の金曜日です。なるほど、はい、おこの日はじゃあちょっとスペシャルな日ですね。そうなんです、こちらが過ぎてしまうと次重なる日がやってくるのが、はい、この今年ないですね。そうなんです、今年天赦日だけならあるんでご安心ください。はい、はい、ただ重なる日となると次は2023年の1月6日までなくないんですね。はい、なるほど、はい、ここまでないんですね。そうなんです、半年間お休み。そうなんです、で2023年もやっぱり天赦日と一粒万倍日が重なるのはこの3回はいになってます、はい、あでこの3日間は来年ももう本当の超スペシャルな貴重な日なんですね。はい、で天赦日は、はい、今年他にいつあるんですか。はい、まあ、これはもう最強クラスの吉日が重なる日ですね。そうですね、はい、でさらに、はい、今年の天赦日、はい、これからですね、これから来る天赦日は、はい、6月10日以降だと、はい、天赦日8月23日の火曜日と、はい、10月22日の土曜日は、はい、大安と重なっています。なるほど、大安と、他の吉日が重なると、はい、相乗効果で、はい、運気がアップすると言われているので、なるほど、はい、こちらも見逃せないと。なるほど、10月22日ですね。はい、はい、10月22日大安、はい、で次が11月7日の月曜日も大安と重なってます、はい、なるほど、はいはい、なのでこの10月22日と11月7日はすごく、はい、おすすめです、はい、ね、6月10日が過ぎた後は要チェックな時間となってると思います、はい、なるほど、はい、今2ヶ月1回か1ヶ月1回ぐらい回るということなので、そうですね、まあ、その日をちょっと楽しみにしながら、そうですね、何か、はい、やりたいというか新しいことを始めたいときはこの日を、そうですね、まあ、目安に考えた方がいいということなんですね。はい、そうですね、はい、何か決まってると計画もしやすかったですね。そうですね、はい、で、2023年の、はい、さっきこちらが、天赦日と一粒万倍日が重なってる日、はい、でこちらは天赦日だけの日ですね、はい、こちらもこの10
6月17日の火曜日が大安と重なってます。はい、なるほど。この日もじゃあ、大安が重なる方が、まあ、夜に。そうですね、相乗効果でよくアップすると言われているので、はいはい、大安は他の開運日と重なると相乗効果になると言われています。なるほど、はい、分かりました。じゃあまず傾斜日っていうのを押さえていただいて、はい、それから一粒万倍日っていうのが、まあ、年に60回ぐらいあるので、はい、この辺も押さえていただいて、はい、でそれに関しては概要欄から。そうですね、ちょっと一粒万倍日がすごい多すぎてちょっと表にしきれなかったので、山室の、あ、そうですね、ブログをぜひご覧ください。はい、結構そういうネタアップしてるのでぜひご覧ください。結構引っ張りますね。そうなんですよね。なるほど、はい、まあ、このあたりに関してまとめているブログも、ありますので、はい、まあ、ちょっとぜひそちらもご覧いただいて、はいはい、ぜひ何か始めるときとか、はい、お金にまつわることを始めるはい、こととか日とか、まあ、そういうのにご活用いただければと思います。はいはい、ただしこれあくまでも言われなの で、 そうです、ね、確実にそうなるっていうのはちょっとね。そうなんです、言えないですよね。はい、怖いの知ってたらちょっと気持ちが前向きになれて楽しいなとか、そうですね、そういう感じで、はい、ね、ご利用いただけると嬉しいです。そうですね、はい、ということで、はい、今日もYouTube サロンザルカード YouTube チャンネルを見ていただきありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。あと、はい、こちらの、サロンザルカードは、公式 SNS、Twitter、はい、Instagram もやっておりますので、はい、そちらの方も登録もよろしくお願いいたします。はい、あとこちらの今日ご紹介した吉日開運日に関して、はい、サロンザルカードの、はい、LINE、はい、ですね、はい、公式 LINE、公式 LINE と、あとメルマガ、メルマガ、はい、メルマガの方をご登録していただいていると、その日に連絡がこちらから、はい、今日吉日ですよっていうご連絡が、はい、はい、行きます。サイトの方にも、はいはい、常にご紹介っていうのはさせていただいて、はい、してます。公式 LINE ストアの方にも吉日には吉日だというバナーが出るようになってますので。そうですね、はい、はい、なのでそちらの方もご参考にしていただいて、お財布の購入とかにすごくいい、そうですね、なので、はい、ぜひサロンザルカードにはすごく運気が上がりそうなお財布たくさんございますので、お色味で、はい、ちょっとキラキラ感だったりとか、はい、はい、なのでそちらの方もご登録いただいて、ちょっとより身近に吉日を感じられるようになっていただいたら、いけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。